黒川和樹の自宅から白骨死体が発見されました。署までご同行願います。玲香を助けてください。森玲香ちゃん8歳、あなたと同じように黒川に誘拐されて監禁されてる。警察なめんな。黒川は今どこにいるの？ユリリンへ。僕が愛しているのは君だけだ。ひょっとして黒川のことが好きだった？そばにいる優しい人をどうして好きになっちゃいけないの？出てって。もう一度逃げようとしたら、その時はお仕置きだよ。一番苦しかった時にそばにいてあげられなくてごめんね。どっちかが死ななきゃいけないんだって。これで逮捕状請求できる。黒川についても全部吐き出してもらう。待ってろよユリリン、助けに行くからな。ユリリンを出してもらえますか？ユリリン出してくださいよ。聞こえないの？ユリリン出してよ。ねえ。電話だ。黒川和樹から君を出せと言ってる。探知だ、早く。はい、急げ。準備はできました。田辺、お前が出ろ。わかりました。もしもし、私よ。ユリア、ユリア、ユリリン、会いたかった。私もじゃないの？レイカちゃんは無事なの？もちろん。レイカちゃんの声を聞かせて。そりゃ無理だよ。ちょっと今離れたところにいるから。彼女を解放してあげて、お願い。いいよ。でも条件がある。条件？ユリリンに会いたい。もしユリリンが来てくれたら、レイカは解放する。刑事さんたちも聞こえてるんだろう。これが僕の条件だ。もし一人で来なかったら、レイカは殺す。明日の13時、記念日のいつもの場所で会おう。逆探知、間に合いませんでした。くそ！黒川は用心深いですし、簡単には捕まらないと思います。明日のことを話し合わないと。私、行かせません。ママ無理です。ユリアは13年間監禁されて、やっと解放されたんですよ。もう一度犯人に会わせるなんて、そんな恐ろしいこと絶対にできません。お嬢さんに危害が及ばないよう最大限注意を払います。今まで警察は何をしてくれたんですか？13年間何もしてくれなかったじゃないですか。帰らせてください。
の男。どうした。娘よ。何やってんだ。離せ。娘、陛下を助けてください。お願いします。今日警察に電話。待って。なんでだよ。これ立派な犯罪だぞ。あんたの娘がいけないんだ。犯人をかばって情報を隠してるから。うちの子に何かあったらどうやって責任取るんだよ。何言ってんだよ。ユリアに責任なんかないよ。悪いのは犯人だろうが。おい千穂、電話。待って、ちょっと待って、お願い待って。この人の気持ちも分かるのよ。お前何言ってんだ。誤解なんです。ネットにはユリアが犯人をかばってるとか、犯人とグルだとか記事が出てるけど、全部誤解なんです。さっき警察に和樹から犯人から電話がありました。なんだって。本当ですか。それで麗華は無事なんですか。はい、私と会うことを条件に麗華ちゃんを解放すると言いました。私会います。何言ってんだ。大丈夫、刑事さんたちもついてるし。大丈夫じゃないでしょ。怖くないの、お姉ちゃん。怖いけど、これ以上私と同じ目にあって苦しむ女の子たちを増やしたくない。明日麗華ちゃんは帰ってきます。安心してください。お願いします。本当にいいのか。明日ユリアを行かせんのか。行かせたくない。でも仕方ないのよ。行かせても行かせなくてもきっと後悔する。ごめんなさい、もう少しすると開くんで。元気にしてた？ごめん、本当に俺何もできなくて。あの時も13年前も俺がいつもの放課後みたいにちゃんとユリアのそばにいればって、そればっかり思って。渡るくんのせいじゃないよ。みんな私の身に起きたこと自分のせいだって思いたがる。ママもパパもそう。そして私の前で暗い顔になる。
そういうのもうやめて。誰のせいでもないんだから。悪いのはあの男だけ。約束して。次会うときは笑ってよね。わかった。じゃ。ユリア。どっか行くのか。僕たちは黒川に近づけない。でもこの GPS で君の居場所が分かるようになってる。外れないように気をつけて。はい。ありがとう。勇気を出してくれて。田辺さん、よろしいですか？昨日はすまなかった。本当は少し君を疑ってた。刑事さんは自分の仕事をしただけでしょ。私も自分のやるべきことをやるだけです。12時57分、黒川の姿は見当たらない。そろそろ現れるぞ。周りをよく見ろ。もうすぐ13時だ。注意しろ。黒川か。パパ。失礼しました。どうした？死角に入った。どうしますか？大丈夫だ、慌てるな。
大丈夫ですか？まだだ。会えたね、ユリリン。まだ GPS は動いていない。館内を探せ。了解。向こう見て。はい。ユリア、申し訳ありません。どうしてですか？あんたらが大丈夫だって言うから娘預けたんだろうが。一刻も早くお嬢さんを探し出します。お許しください。教えてくれるかな？あのビルに来る前、おじさんとどこにいたのかな？どんな部屋だった？部屋に何があったかな？思い出せる？今日はもう勘弁してもらえますか？娘がかわいそうです。家に連れて帰っていいですか？安心させたいんです。お気持ちは分かりますが、犯人は人質を取って逃走している可能性があります。いや、それはオタクの警察の不手際でしょ。仕方ない、少し時間を置こう。
ユリリンの匂いだ。会いたかった。すごくすごく会いたかったよ。私もカズキに会いたかった。逃げたりしてごめんなさい。ユリリン、私にはカズキしかいないの。家族や昔の友達とかあったけど、みんな私のことなんか忘れてた。私に会えて嬉しいとか口ではいろいろ言ってたけど、結局自分のことばっかり。私のことなんかどうでもいいんだって分かった。これ取ってくれない？私もう逃げないから。分かった。お願いします。ありがとう。はい。やっと通じた。どこにいたの今まで。黒川に接触しましたが、残念ながら取り逃げしました。ハイカーユリアも一緒です。車両番号は西東京400尾張の5421です。西東京400尾張の5421。分かった、すぐ手配する。レイカちゃんは？彼女は無事よ、家に帰した。なんでですか？唯一の手がかりじゃないですか。ショックで声が出ないのよ。ユリアの命は刻一刻と危険にさらされてるんですよ。8歳の少女を長時間拘束できない。人道的な問題もある。何考えてるの？勝手な行動しないでよ。失敗を取り返してきます。13年間監禁されてきた少女の結末が悲劇でいいんですか？沸いたよ。ありがとうユリリ。決まってるだろ。ユリアが悪いんだよ。警察の者です。お嬢さんと話をさせてもらえませんか？
聴取は勘弁してもらえるんじゃなかったんですか。やはり一刻を争います。玲香ちゃんに会わせてもらえませんか。娘はショックを受けていて口も聞けないんですよ。でも無理です。今日はお帰りください。娘の気持ちを考えてやってください。すまない、何もしてやれなくて申し訳ない。ここに来て。私たちにできることがあると思うよ。私たちにしかできないこと。相川さん、森さん、相川です。ユリアの父です。ドア開けていただけませんか。何ですか。玲香さんに会わせてください。玲香さんの知ってることを、犯人の手がかりを刑事さんに話してください。お願いします。申し訳ないけど今は無理です。娘心に傷を負ってるんですよ。あの男からひどい目に遭わされて。うちの娘も同じです。ユリアは13で誘拐されてから13年間それが続いたんです。あの男にもう一度会うことがどんなに怖かったか、どんなに勇気がいったか。でもユリアはあなたの娘さんを助けるために自分の意志であの男に会いに行って身代わりになった。ですから今度は娘さんにユリアを助けてもらいたいんです。それができるのは娘さんだけなんです。お願いです。お願いします。顔を上げてください。玲香ちゃん、あのビルに来る前、玲香ちゃんがどこにいたのか教えてほしいんだ。あの男の人といたんだよね。ごめんね、思い出したくないよね。でも頑張って。どんな小さなことでもいいんだ。何か思い出せることないかな。玲香ちゃん、すいません、やっぱり無理かも。
僕にはユリリンしかいないんだから。僕が7つの時に母さんが家を出てった。父さんの暴力がひどかったから。母さんがいなくなって僕は父さんの餌食になった。この話は何度もしたよね。でも僕が12歳の時に父さんは死んで、母さんはまだ赤ん坊だった勇気を連れて家に戻ってきたんだ。最初は嬉しかったよ。でも母さんは勇気の面倒ばっかり見てて、僕にはちっとも優しくなかったんだ。寂しかったよ、ずっと。ユリリンは僕に優しくしてくれた初めての人なんだ。大丈夫ですか？ちょっと待ってて。僕は気づいたんだ。ユリリンは僕の神様だって。この子と一緒にいたら幸せになれるって。一緒にいて幸せだったよ、ユリリン。でももうおしまいみたいだ。私にはもうあなたしかいない。やっと分かってくれたの、二人だけの世界に行こう。スカイツリーが窓から見える範囲は特定できた。車が乗り捨てられていた場所からこの付近のハイビルが怪しい。急がないと自暴自棄になった黒川が何をしでかすか分かりません。
楽になるから。お願い外して。最後にあなたと一つになりたい。分かったよ。孤独だ。もう戻れない。
おめでとう。ありがとう。ゆりや、27歳の誕生日おめでとう。ありがとう。13年間私があの部屋で生き延びられたのは、いい思い出がいっぱいあったから。ママやパパや千穂との思い出があったから頑張れた。私、なくしたもののことはもう考えない。前を向いて生きてくる。さあ食べよう。おいしい。13は FOD で配信中。